スズル TV。 ズルズル、どうもスズルです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、そろそろあれ始めちゃいますかということで、こちら来ちゃいました。どう、小田急線東北沢駅から徒歩8分ぐらい、千里眼さんにお邪魔してます。まあ以前はね、普通にラーメンをいただきに来たんですけれども、ちょっとこの度すする冷やし中華始めましょうということで、やっぱりね、冷やし中華といえば千里眼さんですから、早速二郎系の冷やし中華いっちゃいましょうか。レッツゴー。さあ千里眼さん、食券制です。今回は宣言通り冷やし中華風にすっちゃいたいと思います。さらに味玉とスイカ豚も1枚おっしゃいます。気になるコールは野菜、ニンニク、油、ガリマヨ、唐揚げ別だれでございます。で、行きましょう。さあ、いよいよ夏がやってきましたよ。こちらが千里眼さんの冷やし中華に味玉と追加豚1枚、野菜、ニンニク、油、ガリマヨ、唐揚げ別とろです。ガリマヨとは冷やし中華専用のトッピングで、ガーリックマヨネーズのことです。そのガリマヨがどんなうまさをもたらしてくれるんでしょうか。それではいただきます。さあまずは野菜から食らっちゃいましょう。おー、シャキシャキとした食感にガリマヨと油のパンチのあるジャンクの味が合わさって、最初からクライマックスな満足度です。はい、ノンストップでどんどん食らって、ここで一旦卓上のタレをかけてから、また野菜を食らったら、一生一生にチャーシュータイム。冷やし中華に合わせた鶏チャーシューを食らう。うひょー、さっぱりながらも油の甘みをしっかり感じられて、最後にほんのり香る柚子の風味が very good。 さあまた野菜を食らい進めて、酸味のアクセントが嬉しいプチトマト食らったら、ガリマヨと絡ませながら麺とご対面。いつもの癖でフーフーしたら一気にすする。どっせい、しっかりと水で締められていて、もちもちプリプリな素晴らしいうまさ。ジャンクさを残しつつも、しっかり酸味の効いたタレともベストマッチです。さあもうどんどんすすって、ちょいとすすり疲れたところに追加した豚をホールミートタイト。くぅ、トロトロホロホロで冷やし中華でもマストな存在です。ではここで別皿でお願いした唐揚げを投入している間に、こちら起動します。黒ウーロン茶飲むさ。さあ唐揚げも全部投入できたので、早速すすってみましょう。ピーマンランジ、少しピリッとくる辛さのアクセントがさらにジャンクさをアップさせて、うまさわぎのこしつき。はい、もう食欲リミッター外して、この長い長い麺をブレーキかけずにどんどんすすってたら、ここで味玉の登場。固めの黄身がタレのマヨ感とマッチして、10年後の8月もまた出会いたいです。さあそんな味玉の残りを食らって、丁寧に最後までサイを食らっていたら、いつの間にか完食。本日も大変美味しくすれました。冷やし中華らしい酸味をしっかり引かせつつ、癖になるジャンクさも兼ね備えた素敵な一杯でした。ではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、千里眼さんに行ってきたんですけれども、まあ2年ぶりぐらいですかね、食べたのは。いやでも確実にうまくなってたんじゃないですかね。前は結構マヨネーズの味がきつくてヘビーだったんですけど、今年はなんか酸味がすごく効いてて、より冷やし中華っぽくなってて、すごく美味しかったです。麺も冷やし中華用に水で締めてるらしくて、すごくもちもちプリプリしてて美味しかったです。今年中にね、もう一回ぐらいは行ってきてください。それではするの公式キャッチフレーズ、千里眼さん麺で季節感じてるわ。はい、